これからチーム二足のわらじの発表を始めます。本日はですね、大賀藩の人生に深く関わった三人の仲間について紹介していこうと思います。いくで、ね、おお。いや、全然やる気感じられへん。いくで、ね、おお。いや、もうちょいいけるはずや。いくで、ね、おお。おっしゃ、紹介していったろ。いきなりですけどね、うちのおかんがね、大賀藩に興味あるらしいんやけど。あー、そうなんや、渋いな。で、大賀藩の中学時代は家庭教師の名前を忘れてしまうたらしい。あら、どんな人言うてたん？おかんが言うにはな、大賀藩に電気と音楽を教えてくれたらしいねん。ほな、家庭教師の岩井さんとちゃうか？岩井さんはな、大賀藩に電気と音楽を教え、大賀藩の原点になった人やねん。完全に岩井さんやがな。それがちょっと分からへんのよ。ん？何が分からへんのよ。いやな、うちも岩井さんと思うてんけどな、うん、うちのおかんが言うには、大賀藩のことを全然可愛がってくれなかったらしいねん。まあ、ほな岩井さんと違うか。岩井さんは、大賀藩を実の子供のように可愛がってたねんな。大賀藩の六幕園の療養生活をかわいそうに思い、自ら家庭教師役を買って出てくださった、むっちゃええ人やねん。家庭教師はそういう優しい人であってほしいからな。そやな。ほな、岩井さんと違うよねか、うん。もう一度詳しく教えてくれる？おかんが言うには、大賀藩がソニーで技術者と対等に議論できるようになったのは、この人のおかげらしいね。ほな、岩井さんやな。それも完全に岩井さんやわ。岩井さんは英語や音楽もすごくてな。西洋の歴史や地理、オーケストラのスコアの読み方まで教えてくださったらしいね。元から大賀藩がすごかったってわけではないよな。そうか。これもう岩井さん以外おらへんよ。うちも岩井さんと思ってんけどな。うちのおとんが言うには、おとんが言うには、家庭教師のトライさんじゃないかって言ってんねん。うん、絶対違うやん。もうええわ。どうもありがとうございました。仲間、その2。皆さんこんにちは。ソニーの大賀のりおです。キュー、今日も決まった。そしてこちらは、どうも、森田です。ソニーの元社長です。皆さん、聞こえますか？いや、下に向かって喋った声が床に跳ね返り、確実にみんなに届いている。今回はソニーの元社長の森田さんです。お願いします。ところで森田さん、少し相談があるんですけど、どうされましたか？ソニーに入社したら、音楽をやめることになるんですかね？ここで一つ名言。二足のわらじという言葉もあるじゃないか。二足のわらじ？二足の簡単なことを言ってとも言い切れない。悪くないだろう。よし、入社決定！いや、軽いがそういうことだ。ありがとう、森田さん。ところで森田さん、私はソニーの車体をもっときれいにしたい。そして、商品開発の仕事がしたい。あと、新聞広告がやぼったい。その熱意、すごく伝わったよ。それじゃあ全部、君に任せるよ。いや、私に任せるその心配、ありがたく受け取らせていただきます。全部、私が言い出した話だ。やるしかないだろう。そうだ。あなたがやらなくて、誰がやる？いや、責任重いがかっこいい名言だ。仲間、その3。皆さん、こんにちは。ドイツに留学中の大賀のりおです。今日も決まった。そしてこちらが、どうも、カナヤンです。日本の皆さん、聞こえますか？いや、後ろに向かって喋った声が壁に跳ね返り、確実にみんなに届いている。今日はドイツから届けていくカナヤンです。お願いします。ところでカラヤン、一つ相談があるんだ。どうしたの？最近ある CD を作ってな、それを世に出回らせたいんだけど、どうすればいいと思う？それならその場を作ってあげるよ。だって僕は帝王だからね。いや、あなたは音楽と飛行機が好きなただの一般人だろとは言い切れない。実際クラシック界の帝王と言われている。ありがとうカラヤン。お礼に飛行機を飛ばしに行こう。今日はうちに来てほしいんだよね。具合が悪そうだが、大丈夫か？実は僕、これから死ぬんだよね。何を冗談を言ってるんだ？カレヤン！これからも頑張ってね。それじゃあ、さようなら。カレヤン！大丈夫か？
嘘だろ。時を戻そう。あれ、戻らない。だが、悲しんでいる暇はない。カレヤン、これから俺は日本一の電気会社を作ってみせるからな。こうして大賀のりおさんは亡くなっていった親友や支えてくれた人たちの意思を継いでいって日本一の会社を作りました。あ、それなら私知ってるよ。何？大賀さんはオーディオのデジタル化っていうのに成功して、うん、CD と MD っていうのを作ったんだよね。そうそう。やったー。でもあれちゃう？精神的に辛かった時もあったんちゃうか？鋭いね。確かに大賀は体調を崩すことがたびたびあったんだ。企画会議が進まず熱が出てきて注射を打たないといけなくなったり、彼らが亡くなった時はショックのあまり心筋梗塞になるなんてことがあったからね。ショックで心筋梗塞？そっか、それほど彼らって大切な人だったんだね。大賀のりおさんはたくさんの人たちの言葉や思いに支えられて偉大な業績を残しました。それほど大切な人がいるって素敵なことじゃない？実際大賀さんはそんなたくさんの人たちの思いに支えられてここまで頑張ることができました。そうだね。仲間がいるってことが素晴らしいって分かった。私も仲間を大切にしたい。そして誰かのかけがえのない仲間になっていきたい。これで発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。